市川です。中田英寿、市川ゴール前には近いサイドに鈴木が入ってくる。その後ろには高原いました。後ろから中田英寿のシュート決まった。日本先制。中田英寿のゴールで日本先制しました。前半の10分日本先制。岡田さん、非常によくボールがつながって、はい、相手のですねトラップが大きかったところをインターセプトして市川と中田がワンチームで出ていってですね、市川のセンタリングを相手のディフェンダーがミスしたと、はい、ミストラップのような形、それをこの場面ですね、中田がよく振り抜きましたよね。まあ、攻撃も出ていくこともできると今までと同じじゃないかなと思いますからね。中田から市川、まあ、一旦あそこであの起点を作られてピンチになりましたんでね、はい、中田からのボールです。折下部松田がつく。中田英寿、中田、まあ、このグラウンドテレビをご覧の皆さんにはよく見えるかもしれませんけれども、かなりぬかるんだ状態です。鈴木孝之、左に中田英寿、逆サイド見て久保、久保はあっと倒れましたが、もうこのままではちょっとホームでね、終わりた。福西、中田英寿、福西がライン出してきて、中田英寿がまた左に開いています。中田のクロスが入ってフリーでヘディングシュート。ヤツェクボンク、日本が裏に出して久保、キーパー出てくる。久保、ゴールキーパーのこの辺りでもしっかりとこぼれ球を拾っている。で中田英寿がキープする。で今年初めてヨーロッパでプレーする選手も全員揃えてきた日本代表。